YSL Beauty が描く未来。平野仕様がもたらす衝撃の美の新基軸。YSL Beauty Japan に平野仕様さんの動画がアップされました。魅力あふれる一日が1月26日に到来しました。なんと、YSL Beauty Japan が対応のアジアアンバサダーとして平野仕様さんをお迎えしました。その瞬間を切り取った感動的な動画が公式ツイッターに投稿され、 コミュニティ全体がその輝かしい瞬間に引き込まれました。動画では、イブ・サン・ローラン・ボーテのアジアアンバサダーに就任した平野ノ・シさんが、独自の視点でその喜びを語っています。彼の美しい姿は、イユスルのメイクアップと口紅に包まれ、その華やかな光沢が世界中の注目を集めました。滑らかで完璧な肌、艶のある唇が、男性らしい魅力を一層引き立てています。この感動的な瞬間には、 視聴者から多くの肯定的なコメントが寄せられました。紫てるさんの動画に感謝の意を表すコメントや、彼のメイクに魅了されて新たな製品を購入したというエピソードが数多く寄せられました。例えば、オールバックの紫輝くん大好きです。リブレに続き、ルージュ、ピュールクチュール、ルージュ、ボリュークテ、キャンディーグレーズを購入させていただきました。乾燥しやすいのですが、潤いが長く続いて、とても使い心地がいいです。 改めて、平野紫洋くん、アンバサダー就任おめでとうございます。といったコメントが寄せられ、ファンたちの熱いサポートが伝わります。平野紫洋さんのアンバサダー就任が、コロナ禍の中でマスク生活になる中、ルージュを購入するきっかけとなったエピソードもあります。さらに、紫輝くんがアンバサダーに就任したことをきっかけに、メイクに新しいアイテムやカラーに挑戦したりと嬉しい変化が起こっています。 これからも楽しみですといったコメントが、紫テルさんの存在がもたらす新たな美の世界への期待を示しています。CM を見てルージュピュールクチュールを購入した方も多く、子育てマスク生活でしばらく口紅をしていなかったのですが、久しぶりにしてみたらとっても気分が上がりました唇が荒れやすいのですが、YSL のは馴染みもよく荒れずに使えていますと、製品の高い品質が再確認されています。 この素晴らしい瞬間を迎えたことで、YSL ビューティーの商品への期待が一層高まり、平野潮さんの新しいアンバサダーとしての活動が、ファンタジーに新たな美の可能性を提示しています。これからも、彼のメイクやスタイリングを楽しみにし、一緒に美の冒険に出かけましょう。平野潮をブランドアンバサダーに選んだことは、ブランドにとって正しいことだと言わざるを得ません。彼が紹介した商品の多くは売り切れとなった。X では、 ヒラの仕様が宣伝する商品を買ったことを自慢する人が多く、ヒラの仕様がコーディネートするプロジェクトを全てサポートすると約束している。